こんにちは。こんにちは。YHS の能登です。YHS の桜井康一です。今回、はい、札幌演劇シーズン、はい、2020夏、はい、出させていただきます。はい、タイトルが、はい、ヘリクツイレブンですね。そうですね。はい、どんなお話ですか？サッカーの試合をするんですけれども、はいはい、それに負けなきゃいけない、接待サッカーをしなきゃいけないという設定なんですけど、はいはい、その中に一人、勝ちたいっていうやつが、まあ、現れるんですよね、うん。まあ、その彼をみんながいや説得する、そうそうするんだけど、うん、そいつが、まあ、タイトルにある通り、うん、ヘリクスをこねながらですね、まあ、みんなをこう逆に説得し返して、うんうん、いや勝とうじゃないかみたいな、いや負けなきゃいけない、でもその、うん、そういうやつですね、コメディですね。そうなんですよ、はい、なんか笑いを交えつつね、はい、そういうことをやっていきたいなと思っております。はい、でね、まあ今までやった声の中でですね、はい、リフティングをするという、本番の中でリフティングをチャレンジするというね、うんうん、企画みたいなこともやってたので、はい、過去にやってましたね。そうなんです、はい、今回もやるのかどうかは分からないんですけれども、はい、その辺もですね、オリンピックが延期になってしまった分ですね、あ、そうですね、その辺のスポーツ的なところでも楽しんでいただきたいなと、はい、頑張ってね。最初、初演いつでしたっけ？10年くらい経った、うん、結構前です。そうです。で、そっからね、我々またやるので、はい、体力が心配ですね。そうなんですよね。そうなんですよね。はい、出てくるキャストもちょっと前やってた時とは変わってるので、またキャラクターとかも、うん、新しいキャラクターとかも出てくると思いますので、そうですね。その辺も楽しんでいただければなと思っております。ます、はい、はい。で、期間がですね、8月1日の土曜日ですよね。から、はい。8月8日までとなっております。はい、場所は、ことにコンカリーニョという劇場でやります。はい。一生懸命頑張りますので、はい、ぜひぜひご来場の方よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。